これは比較的うまくいった方なんで、出来が良かったものです。環境反応を用いてガラスに、銀のメッキを貼るというですね、いわゆる、教科書なんかでもよくね紹介されている実験なんですけど、通常はですね試験管の中ですとか、ここビーカーですとかね、このボトルね、こういったものにこう内側から銀を還元析出させるのが多いんですけど、これも一つサンプルね、これプラスチックなんですけどね、若干メカニズムちょっと違うんですけども、こういったタイプの実験が多いんですけど、いわゆるこの鏡ですね、平面の部分にですね銀を貼るって結構難しくて、銀をある程度ですね反応液をある程度厚みを持たせた状態で析出させないとこううまくできないということで、難度が結構高いんですね。これは比較的うまくいってますね、機能するかなと、比較的比較的ねうまくいったんなんですけど、こちらはですね、別のサンプルなんですけど、ちょっとぶつかってちょっと剥がれちゃったりしたんですけども、なかなかこれ失敗作です。なかなかこううまくきれいにこう貼れないんですね。そこでこんなものを使います。これ100円ショップで購入できるんですけど、フォトフレーム、フォトスタンドになるものらしいんですけど、この中にガラスがちょうどですね、サンプルが2枚も入ってまして、これを使うと、この状態ですね。この状態でここで反応液をある程度こう厚みを持たせて反応させることができるので、比較的銀の還元析出がスムーズにいくというものです。この平面の部分ですね、やっぱり銀を貼るっていうのは結構難しくて、ここに何か反応液を垂らせばじゃあできるかっていうと、そううまくいかないんですね。ある程度こう反応できるこのスペース、この厚みがないとうまくできないので、そういう意味でね、これボトルなんかはうまくできるっていうのはそういう理由なわけです。最初の作業としては、この木枠にですね、ガムテープを使って、ガラスを貼り付けます。ですね。液漏れしないようにこうしっかりこの隙間を抑えるというやり方がいいと思います。ちょっとガムテープをけちって反対側からもガラスにちょっとこうかかるくらいでいいと思いますね。短時間なので、多少漏れてもですねそんなに影響はないので、こんな感じですかね。実際の反応はこの器の上で行いますので、多少漏れてもですね影響は最小限でするかなということですね。ちょっと反応液を作ります。かなり取り扱いに注意をする実験で、こちらはもうすでに硝酸銀を溶かした水溶液ですね、そこに今アルカリ水酸化ナトリウム入れました。注意を要するって言ったんですけども、条件によってはですね爆発性の物質ができると、特にこのいわゆる塗熱試薬ですね、アンモニア製のこの銀の化合物ですよね、これは作り置きをして時間を置いたものっていうんですか、そういうのは絶対避けてください。実験の直前に調整すると、時間を置くと爆発性の物質ができることがあるので、もちろん実験の終わった後もですね廃液の処理をするタンクを用意してありますので、最後の処理の仕方についても慎重な扱いが必要です。はい、今銀の酸化物ができました。栄実をですねここにアンモニアを加えて、
今アンモニア水を加えています。これで銀のアンモニア索イオンが形成されるのですが、この銀の酸化物がギリギリ消えるぐらいの量を事前に計算しておいて、この沈殿物がですねちょうど消えるぐらいアンモニアを加えることになります。ここから先はですねあまり時間を置かずにですね、この沈殿物が消えたかなと思ったら2つの試薬をこれから混ぜるんですけど、こちらにもすでにグルコースの素液を用意しておきました。まだ若干残ってますね。ちょっと消えるまで待ちます。この後こちらの、このガラスですね、この木枠にセットしたガラスですね、こちらにこう同時にこう入れてもいいんですけど、すぐに銀がこう積血して濃度にこう差が出てしまうことが多いので、ここは事前にですね試薬をこちらのビーカーの中で反応させてからこちらに移すという方法を取ります。ちょっとスピーディーにやる必要があるので注意をしますね。じゃあグルコース液入れます。はい、ここはあまり時間をかけないとかですね、1、2、3秒ぐらい、はいはいはい、すでに還元積出始まりました。あとは置くだけですね。このまま置いて待つだけです。表面にうっすらとキラキラとしたこう銀の積出が見られますね。最終的には結構出てくるんですけど、うまくいく場合はこの銀がこの溶液の上にもですね結構こう膜を張る感じになったりします。数分置きたいと思います。大体5分から10分ぐらい経ったんですけど、あんまり長くも置いとけないのでもうこのぐらいで処理したいと思います。ちょっと乱暴なんですけど、こうやって水ですね、ペットボトルの水で、あらかたこの残存物を洗ってですね、こっち側から見るともう銀が貼られてるのが見えますけど、あらかたきれいになったらこれ、ガムテープで剥がして、あとは流しでもう一回、丁寧に比較的丁寧に洗い流すと、はい、あと早めに乾かしたい場合はアセトンで、アセトンをかけて、あとはこう立てかけとけば乾きますね。ちょっとあんまりきれいに貼られてないんですけど、この状態で置いてもらえれば比較的早く乾くのではないかと思います。そんなにきれいに貼られてないんですけど、鏡っぽくはなるかなという感じですね。繰り返しになりますけど、注意を要する実験ですね、特に廃液の処理ですとか試薬 の、 この調整の方法ですね、気をつけてやっていただきたいと思います。これが、この事件で紹介して比較的
これ紙貼ってあるんですけどもね、ガムテープ貼り直して比較的できたもん、あの出来が良かったものです。これはまた別のガラスでちょっと剥がれちゃってるんですけどね、これまあうまくいかなかった例で紹介しました。やっぱりこのガラスを使う容器を使うとですね、うまく比較的うまくできやすいのは分かってるんですけども、平面に貼るのはまあ難しいという話でした。